はい、今日はね、アルファ6400に、はい、サムヤンのね、12mm の F2AF をつけて、タイムラプスをね、撮っています。約ね、18mm 相当の、まあ、超広角として、撮影することができます。はい、被写体はですね、まあ、いつものね、ハーバーランドです。でこちらですね、で夕方からね、まあ、夜景になるタイムラプスを撮っていこうと思います。ちょっとね、今日はね、雲もなんかね、すごいいい感じなので、まあいい感じにね、タイムラプス撮れるのではないかと思います。はい、今ね、だんだんとね、暗くなってきました。はい、こんな感じでね、いい感じに夜景になってきたので、まあ、引き続きね、タイムラプスをアルファ6400は撮り続けてくれています。で現在ね、176枚ですね。300枚まで撮ろうと思います。はい、8時をね、過ぎたので、ポートタワーもね、消えてしまいましたので、そろそろね、終わりにしたいと思います。Thank you.